ミャンマーナンバーワンのパワースポット、世界的聖地で衝撃の出会い、合コン状態に日本男子2人思考バグでも活気があるバスターで、ヤンゴン市街から 2km ぐらいです。渋滞もあるので早めに出ましょう。ここから4時間ヒンプンという場所に行きます。ヤンゴンと全く違う光景です。あれか、あれっぽいな。ここのトラックなんですけど、すっごく運転が荒いと有名です。謎の休憩時間のほら。かなりの急勾配です。ここからさらに10分くらい登ります。結構急なので、足腰に自信がない人は気をつけていきましょう。そしてここから土石厳禁です。靴下もダメです。あ、日本語大学校、はい、なんとミャンマー美女に逆難されちゃいました。私も日本語好きから上手いから大丈夫。みんなは友達は少しも分かる。あ、みんな友達だ。日本に行ったことある？あ、いないね。難しいね。すぐここは初めてです。私は2回目で友達から。はい、2回目。あ、前回は仕事は毎日日本人のは座って話してたもから私も日本語わかるね。あ、仕事もして学校も行ってるの？はいはい。日本語の日本の会社？あ、日本の会社もわからないから、はい、案内してください。案内してください。案内してください。ずうずうしい。夜寒いね。夜は寒いね。夜は見たいからみんなは綺麗ね。夜からめちゃめちゃ綺麗ね、見たいから。あ、電話からミャンマーのビール最高。最高、好き。あ、美味しいね。ビール好きよ。ビール好きから、ビールいっぱいからお腹ちょっともう大きい。気が濃いたくさん飲むから。座って話す。あ、そうな。何、そんなことになったの？これがミャンマースタイル。はい、大丈夫。よくわからんけど、アゴダで合コン状態になってしまいました。はじめまして、はじめまして。はい、それバグダはシュートコンバグダから、ヤンゴンはシュートコンバグダ、一番ナンバーワンで仕切りやね。ああ、そうだ。ちょっと待って。何かっこいいね。お分かりいただけただろうか。お姉さん、大丈夫、見えるわ。あー、かっこいいね。あー、かっこいいね。あー、かっこいいね。お分かりいただけただろうか。あー、かっこいいね。本当にかっこいいね。これは色恋なんですか？無料茶枕。何歳ですか？私は二十歳ね。二十歳。18歳、20歳、21歳、22歳、23歳、24歳、25歳、26歳、27歳、28歳、29歳、30歳、31歳、32歳、34歳、35歳、36歳、37歳、38歳、39歳、40歳、41歳、42歳、43歳、44歳、45歳、46歳、47歳、48歳、49歳、50歳、51歳、52歳、53歳、54歳、55歳、56歳、57歳、58歳、59歳、60歳、61歳、62歳、63歳、64歳、65歳、66歳、67歳、68歳、69歳、嬉しいですね。せっかくね、こうやって。お分かりいただけただろう。
妹妹お母さん何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 いっぱいいっぱいいっぱい男男いっぱい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  LINE いるから大丈夫 LINE あるねいいよいいよいいよ LINE 交換早いね早いでしょあげるから早いよ LINE 私の友達のはちょっと見たいから一緒に大丈夫そう私も一緒に見たいダメ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 ガイド、ガイド料、ガイド料無料で無料無料大丈夫無料もうこれでもしなんかお金になっちゃってどうする美人とかやったら実はみたいな後からすげえ怖い人できたのにチャイニーズマフィアチャイニーズマフィアだって実はマフィアだったそしたらもうしょうがないもう泣くしかないよねおー、グッドありがとうございます一緒にガイドありがとうございますはい、ありがとう大丈夫だよ大丈夫だと思うそれが一番でかいんじゃん。すいません、おまみだ。僕、硬いな。これも金払えば運んでくれるってね。多分あっちの村行くんじゃないですか。あ運んで。すごいな。これもまさ。ペッパー。これ胡椒じゃないですか。胡椒、ペッパー。ペッパー。ああ、ブラックペッパー。ここミャンマー、やっぱインドだ。あ、ちょうど今一回してるこの帰りのトラック、これがえらい目にあるんですよね気になるミャンマーガールズたちのお仕事、聞いてみた仕事は何ですか仕事ですかごめんね、ごめんね、ごめんねごめんなさい、詳細は次回よろしくお願いします Haven't checked another video from playlist yet?You should go to my playlist right now. ご視聴ありがとうございます。ご質問、ご感想などございましたら、お気軽にコメントしてってくださいね。Thanks for watching. Feel free to leave a comment. Bye.